IT、ビジネス、ホテル、エアライン、この4つの中から好きなコースを自分の将来に合わせて選ぶことができます。明星情報ビジネス専門学校に入学するためには入学試験に合格する必要があります。N2 を持っていなくても N3 を持ってなくても私たちの学校のテストに受かってくれれば入学することができます。 IT、ビジネス、ホテル、どのコースもテストはすべて同じ問題です。日本語の問題を、頑張って解いてくれれば合格することができます。文法、語彙、聴解のテストがあります。作文、読解、漢字などの問題は出しません。あとは面接だけのテストも、ありますので選ぶことができます。面接だけのテストですと日本語のテスト書くのが苦手ですっていう人も話すのが得意ですっていう人いると思います。そういう人は面接だけのテストがとてもおすすめです。先生とお話をして自分のいいところを紹介してください。今年でしたら自己 PR 入試という面接だけのテストですと11万円安くなりました。友達紹介がありますとさらに2万円安くなるので一番多い人は13万円安くなりました。自慢のところは、例えば日本人と外国人が一緒のところ一緒の学校などですと日本人のレベルに追いついていかないといけないとかそういったところもあると思いますがみんな外国人で一緒に勉強していますので、ゆっくりとみんなが理解できるように勉強していけるところですとかあとはやはりカリキュラムが外国人の方に必要とされるような勉強内容だったりとか日本人とちょっとなんていうのかな外国人のためのカリキュラムを作ったつもりですのでそういったところで自分に必要な業界に必要とされる部分外国人だからこそという部分をたくさん勉強できるのかなというふうに自慢に思っています。内定でいくとほぼ 90% とか年によっては 100% に近い状態になっています。就職サポート私たちの学校ではいろんな会社の人を学校に呼びます。どんな会社かっていうと今まで留学生が就職している会社です。ですからビザのことも詳しい会社の人を呼ぶのでいろんな業界の人はこの学校に来てくれます。ですからちゃんと毎日学校に来てくれる学生はいろんな会社の人と会うチャンスがあります。そして説明会を学校でできるだけではなくて面接を学校で受けることができます。テストを学校で受けれます。毎日来てくれれば、いろんな会社のテストを受けることができます。そして困ったら就職のスペシャリスト、会社の先生がいますからどんどん紹介してきます。当校では就職のキャリアデザインという授業があります。そちらの授業で、自分のことを勉強したりあとは就職のための、面接の練習それから履歴書、レジュメですねレジュメを書く、練習をしたりということを行っています。しやすいとは思います。はい。ただそのどういった規模、大きさの企業に行くやりたい仕事に就けるかどうかというのは、やはりここに来てからの頑張りで例えば資格を取ったり専門のパソコンの勉強をやったりというやっぱりそこが最後はとても大きいポイントになると思います。例えば、IT の学校でもあるので携帯電話の会社ソフトバンク、ドコモ、au などのショップなどで働いている学生も多くいます。ビザも5年もらっている学生もたくさんいます。他にもあとは車の会社車の専門学校ではないんですがオートバックスという日本でも有名な会社などにも就職している学生もいますしあとはお寿司屋さんにも就職している学生もいます。いろんな可能性が明星にはあります。日本でおもてなしします。